初日2レースさせられます、福岡の児玉葵選手です。よろしくお願いします。お願いします。先月行われたパールカップは決勝進めなかったですけども、はい、振り返っていただいてどうですか、どうでしょうか。まあ、3日間振り返った時に、まあ、自分の力不足を感じた開催だったなと思います。なんかどこか要因っていうのはあったりしますかね。まあ、仕掛けるタイミングもそうですし、まあ、一周行った時にホール前の4コーナーで踏み直しが全然できてなかったので、まあ、そこは強化するポイントなのかなと思います。まあ、その後ここは島と小倉と、はい、小倉は完全優勝でしたけど、まあ、いいメンバーで戦ってどうだった、はい、どうだったでしょうか。そうですね、まあ、サマーナイト前にいいメンバーで走って、でその中で優勝できたのはすごく自信になったので、その自信を持って今回3日間走りたいなと思います。まあ、中4日ということで、ま、間隔は狭いですけども、その間はどういった取り組みをされましたでしょうか。久留米開催中だったのでバンクには行けず、まあ、室内練習という形で練習はしたんですけど、まあそうですね、その、まあ、パワーマックスとかはタイムとかが出ないので調子がいい悪いっていう区別はちょっと難しいんですけど、まあ、しっかりやってはきたので自信持って走りたいと思います。家に導入された、家に、はい、買いました。競輪選手っぽいみたいな感じ。そうやっぱあるといいですか。まあ、いつでも練習できるっていうのは強みだなと思います。今回でガールズフェスティバルは最後ということで、はい、まだ取られてないタイトルだと思いますけども、はい、そこに関してはどうでしょうか。まあ、やっぱり取りたいっていう気持ちはもちろんあるんですけど、まあ、3月のウィナーズカップの時に、まあ、最後なんで取りたいっていうことを言って7着を取ったので、まあ、あまり意識はせずに走りたいなと思います。わかりました、はい、では最後に3日間の意気込みとファンの方にメッセージをよろしくお願いします。はい、いつもたくさんの応援ありがとうございます。まずは決勝に乗って、そして最終日に優勝できるように精一杯頑張ります。ぜひ応援してください。